グレイの皆さんこんにちは、淡井圭介です。最近もう一回見ました、インターネット会心の一撃っていう曲ね。グレンライザー U かな、何かそういう風なあのアルファベットの U の文字ね。会う心と書いて会心の一撃。12月ライブ最終的大阪に来るのは分かりました。8000円高す、今の僕には絶対無理、本当に。しかも優先的にファンクラブでしょ。あれ多分ファンクラブ入ったらお金払わなきゃならないんですよね、年間とか。無理無理無理、違う違う。なんでこんなに笑ってるかって言ったら、 UFO ロボでグレンダイザーでしょ。もうこれ僕は子供の頃からね、あのこの話あるんですけど、クレンザーっていう洗剤があったんですよ、家に。でさほど使うこともなかったんです。そんな普通石鹸で大抵済むでしょ、石鹸とたわしとか、あとまあ食器洗うんだったら食器の洗剤で済むでしょ。普通いらないでしょ、大体家にずっと置きっぱなしで、ピカピカにするために洗剤があるっていう、グレンダイザー。ピカピカにせなあかん。映像黒ビーク話ね。もう限界が来て、言いたくて言いたくてしょうがなくて、そのグレンダイザーがもうなんかこう抱えて飛んでいくところある。いやだから UFO 焼きそばの UFO。 絶対そっち思い出してしまうから、このシーン絶対気づかれる。勇気にタイムオーバー、慌ててるようにも飛んでいくの話。一応あのまああのちゃんと説明しておきますけど、おかしい、なんかもう涙目になってる、涙でできるなんかしないけども、もうあの一応ちゃんと言っておきますけど、確か UFO という焼きそば、カップ焼きそばができたのはグレンダイザーというアニメの後だったと思います。もう僕もそんなに昔のこと僕もわからないんで、多分グレイの皆さんもわからないと思います、調べなかったら。それでしたっけ。そう、もう今日も一通りスポーツの勝ち負け終わって、まあいろいろ失敗はあったんですけども、あの競馬界の方のあの香港の方のレースなんですけどね、まあまあまあ、今までの実績を考えると、日本の、まあ、その、2400メートルの芝生のレースと、あと、香港カップっていう、まあ、二つとも G1、まあ、マイル1600メートルと、スプリント1200メートルもあるんですけど、日本は出ずに、エネルギーの残存量も、ちゃんと言ってるのに。他の国守ってる。一頭しかそのレースに出してきてない。日本の馬が一つのレースに多いところ5頭も出てきてる。いやもうその勝ち負けもあのだいぶなんとかこらえて頭の中送り続けて、うん、まあ対応してたつもりだったんですけど、まあちょっとねあの下調べとか甘くて、まあ思ってたよりも成果は上がらなかったっていうことになるんですけども。
その後インターネットあれ前も見ました、グレンダイザー、グレンザー。ところでね、あの人口統計の話で、実際の人口、日本人の本当に日本に住んでる人たちの人口は半分ぐらいかそれ以下かもしれないっていう話、まあ、昔僕は1997年から8年フルツラーパークで勤務してる時に、その神戸市の一つの歩くのその地図をコピーとかして、調べた時に、まあもう当時からそういう話になってたんですよ。で、秀和株式会社自体は僕は小学生の頃から、かな、それぐらいの頃に出来上がっていって、昭和60年、62年、それぐらいの頃ですね。で、その、地域の、その表札が入ってる地図を持って現場に出るので、名前、表札が見える、地図、前輪さんの地図ですね。だから、どの辺の地域が何軒家あるか分かるんですよ。だから、あれ、行政の発表ではこんなに人口いることになってるけども、家数えってもどう考えてもそんなことないぞっていうことになるんですよ。気がつく人は気がつくんですよ。で、そのジャンヌ・ダルクっていうバンドが昔あったと思いますけども、インディーズの頃にね、ステアっていう曲だったと思うんですけども、そのライブの一、いつもラストに、ね、されるんですけども、かける2っていうことを、ボーカルの安さんとか、観客席のね、人たちに向かって言ってたんですけども、あれ何かって言ったら、多分僕の話とかそういうことを知って、その話を聞いていて言ってるんだとしたら、その表札のある、その、世帯、例えば集合住宅とかでも、前輪の地図の最後の方に見たら、すべて の集合住宅とか分譲マンションの名称と、表札に入ってる名前が一覧表で出てるんですよ。例えば、神戸市垂水区は、つい、数年前は22万人っていう表記だったんですけども、昨年ぐらいの人口統計で、まあ、20万人っていう表記なんですけども、絶対いないです。もう半分ぐらい。で、それは三田市とか、ホームページ淡井圭介の駅の51番見てもらったら分かるんですけども、人口統計が大幅に間違えてると、まあ、これは理由があって、その辺は51番とかで私が喋ってる内容とか聞いていただいたらご理解できるかと思うんですけども、そういう諸事情があって、ペルーに、もともと眞子さま、秋篠宮家の眞子さまが訪問に行ったり、まあ、今年佳子さまが訪問に行ったりとか、そういうことをされています。その移民政策がありましたから、第二次世界大戦前後の頃に。で、それ世界中で起きてるんですよ。だから世界中で人口が大幅に増えてるような形になってますけども、実際は二重国籍とか三重国籍とか他国で死んだ人の死亡届が自分の国に回ってきてない、それで100歳以上の人が増えてるとか90歳以上の人が増えてるかとか、これがもうこの世の中の現実なんですよ。その難民のケースもそうですね。その難民として逃げてきた国へ、この国の人でしたっていうことで死亡届を渡していなかったとか、そういうことになるんですよ。そこまで人手が足らなかったりとか、もともと昔はワープロとかだったんじゃないですか。その僕とかグレイの皆さんの世代だったらわかるかと思うんですけど、パソコンっていうのが、そのノートパソコンとかが流行り始めたのは、まあ僕は二十歳ぐらいって言ったらいいんですかね。それまでブラウン管の、テレビ型で大きな奥行きのあるモニターで、そのキーボードがついてるもので、普通どこの家でもパソコンなんか家に置かないっていう状態だったじゃないですか。で、日本人でもその一時期、まあ高度成長期の頃で GDP 世界第2位だったじゃないですか。まあ為替相場云々でそうなってるだけの話ではあるんですけどもその当時のその日本でもそのレベルなんですよね。だから他の発展途上国の人たちが調査能力、その自分の国でその国籍を取得された人が亡くなっても、どこの、もともとどこの国の人だったかっていうことがわからない。で、それを調査して、そこの国へ、そちらの国の方で、こちらの
国でも国籍取得されてますけれども、こちらの国でお亡くなりになりましたっていう届け出がされてなかった。だからそういうふうなことがあったから人口が、変にね、増加してるような錯覚に陥ってるんですよ。でスポーツが栄えることによって二重国籍や三重国籍の人たちが増えたと。だから実質世界に存在しているのは一人なのに、二重国籍の人の場合は世界では人口統計2つの国で1、1として数えるから、1人1人として数えるから2になっちゃうんですよ。で三重国籍の人は実質1人しかいないのに3人になっちゃう。だからその辺のところがあって、その表札の入ってる名前の家を調べて一般人の人ができる範囲ですよ。いちいち法務局とかに、土地とかのね権利書とか、まあ、権利がだどこの誰が持ってるとか、そういうのは法務局で買えますけども、住所調べ提出すれば誰でもだけどもそこに何人住んでるかまでは、それは住民票とかそこの家族に聞かなきゃわからない。本当にあとは区役所とかの、そこの区の範囲の人、例えば市役所でも市の範囲でしかわからない。他の市のことはわからない。こういうことになるんですよ答えは。でその ×2 っていうのは、だからその表札が入ってる家とその件数を、例えば分譲マンションでもまあ何軒かでね、1として、例えば10部屋あったとして、表札がね5つ入っていたら5世帯とかね、そういう形で計算をして平均化して、僕みたいに一人暮らしの人もいらっしゃいますから、今3分の1以下なんですよ、結婚出産までたどり着けてる人が。2003年の個人情報広報関係が出来上がってからもしかしたらもう4分の1ぐらいかもしれません。これは今の世の中の現実であって、でその当時のグレーの皆さんも聞いたことあったんじゃないかなと思うんですよ。だからかける2で、人口大体これぐらいなんじゃないかっていうところで見ればいいと。だからそれを計算した時に家の数が全然少ないんですよ。垂水区も、まあ、三田市なんか家1万軒あるかどうかも分かんないのに、そっから空き家引くでしょ。なのに人口10万人とか行政の発表しますもん。もうめちゃくちゃ。神戸市北区で5万軒家あるかどうか。で垂水区でその前輪の地図で分譲マンションとか賃貸の、アパートだとか、まあ公営住宅とかそういったもの、全てのそのものって85ページぐらいしかないんですよ。実質は87ページなんですけども、最初の1、2ページが商業施設とかなんですよ。だからもう人が住んでるわけが なくて、そこも表記の仕方が最初の1、2ページだけちょっと違うんですけども、まあまあ実質85ページで、今10ページほど計算して、表札、人が住んでると思われる表札800何十世帯だったんですよ。っていうことは85ページだったとして10ページでそれだけの数だから、まず1万件ないっていうことなんですよ。もう大体、もう大体、大体なんですけども、まあ大体それぐらいっていうことになってくる。で他一軒家の数とかも、まあ右と左前輪の地図で、1、2っていう形で地図がこう下から順番に続いていくんですね。1、2、3、4、次、まあ、北の方に登って5、6、7、8と。で合計90ページと、まあ言ったらいいんですかね。でまあ空の境目とか山間部とか、垂水区には古墳もあれば大きなジャンクションとかもあって、高速道路のそのページにはほとんど家ないよっていうところは結構あるんですよ。だから一つのページでまあ400件以上あったら多い方なんですよ。スカスカのところなんか50以下で、それは結構あるんですよだから一軒家の方で垂水区でじゃあ何万軒なんだろうかいうところで、まあ、今集計中なんですけども、だから
まあ、安倍政権の頃にその海外から死亡届を回してほしい、調査してほしいっていうことで、世界中でいろんな国でそういうふうな動きっていうのは始まっていて、でここ4年ぐらい前から人口が減ってきてるのはそういうことなんですよ。その100歳以上の人が何万人も10万人近くいるとか、テレビ局のね、若手のアナウンサーがなんかめでたいことだみたいなことを放送してるんですけども、もうそれ もう見ただけ分かるでしょ。だからもう大卒そこそこで、世の中のことなんか分かるわけがないんですよ、本当に現実的なことがね。でそういう人たちでもともとテレビを放送してしまってるから、ずっといろんな間違いがたくさんずっと積み重なってテレビで、ニュースを放送してしまってると。まあ戦争のフェイクニュースはどういう意図があるのかもう全く僕も分からないんですけども、ウクライナとロシアとか、イスラエルと、パレスチナだとか、だからもともとその1997年8年以降にその北朝鮮が国連から脱退させられたニュースとかあったでしょ、ヨンビョン島の砲撃でって。あれ多分ね、あんなその砲台みたいなものを売ってるっていうのはどう考えても、もともと朝鮮半島という国があって、そこで砲撃を仕掛けて、多分南北戦争みたいな、まあ韓国側と北朝鮮側でその一回、まあ、アメリカの南北戦争みたいなことが始まった時の砲撃なんじゃないかなって思うんですよ。そうじゃなかったら、そのヨンビョン島の砲撃のニュースって2000年の後ぐらいにテレビで放送されましたっけ、その少し前でしたっけ。でしょ、もうその頃ジェット戦闘機の時代だから、あんな旧式のものを使ってるわけがないんですよね。で、だから昔からそうだから、だからフェイクニュースのその戦争のニュースの意図はよくわからない、本当に。で、そのうちそういう情報が積み上がっていくと、誰も対処しきれなくなるっていう、まあ状況がある。まあその人口統計の話と、そのジャンヌ・ダルクのそのヤスさんがインディーズの頃から、その、まあインディーズの頃だと思うんですけども、ライブ会場でお客さんに向かってかける2っていうことを言ってたんですけども、それが家のケース自分で数えて、その本当の人口統計を知るべきであると。そうじゃなかったら、もともとその表記されてる、例えば市とか県、まあ都道府県の人口は実は半分ぐらいしかいませんでしたっていうことだったら、会場なかなかライブでも埋まらないじゃないですか。まあ音楽業界だけじゃなくて、もうこれは漫画、アニメ、ゲームでもそうだし、洋服屋さんだでもそうですし、スーパーマーケットでも、もう全部該当してくるんですよ。全然違うと。こんなに人が住んでなかったって分からなかったっていうことになるんですよ。だからその辺のところで、まあそういうことを知ってる方たちが世の中どれぐらいいらっしゃるのかなというところと、昨年なんかすごく人数減ってるんですよ。40万人台の、まあ、50万人には届いてないんですけども、だいぶ人口数減ってきてるんですけども、多分死亡届のその調査の仕方のノウハウとかが分かってきた人たちが海外の方で増えて、その国籍、この亡くなっている人の国籍は日本でした、その本流、もともとの国はっていうところで、死亡届が回ってきてるっていうのは、まあ、私の推測なんですよ。まあ、国会でそのような調査をするっていうことを、言ってる映像も確か見たはずなんですよ。で、まあ、それ早くしなかったら、時間が経過すればするほど、もう調査不可能になってくるんですよ。いやだってね、自分がもし公務員になって、例えば区役所とか市役所の公務員になったとして、もう20年30年前に死んだ人がどこの国の人だったか、これ全部調べろって言われた時に無理でしょう。できます？もう現実絶対そうなんですよ。で、まあ、第二次世界大戦で日本は戦争の区切りがありましたけども、まあ、その朝鮮半島の戦争はその後だったじゃないですか。で、ベトナムとかアフガニスタンとかもそうだったじゃないですか。で、アフリカで言ったら、ツチ族と、まあ、二つの部族で、その少数派の方がっていう、ああいうふうな、
あの件もありましたし、それがスーダンとかでしたっけ。ちょっとね、僕もあのアフリカ関係のところあんまり詳しくないんで、やっぱりこれ距離にもよりますね。国の距離がこう離れすぎたらっていう、まあそういうふうな部分とかもあって、まあ二十歳ぐらいの頃に僕はそういうふうなことを言っていた部分とかもあって、まあ水蔵さん、ルナシーの水蔵さんとかは、まああの中東の方とか、あの実際行ってみてどんなところかっていうところを、まああのまあ、復興とか、自分の目で確かめるっていう部分で、まあ、行ってみたりだとか、まあ、そういうことだったと思うんですよ。だから、何が問題かって言ったら、世界中で人口統計が全然違うのにエネルギーの消費が加速してるっていうことなんですよ。石油の消費量がコロナウイルスのその渡航制限かけてる時だけが前年と比べて少しあの石油の消費量が、減ってる。1割届いてなかったですね。現実そういうものだから、もともとこんなに車が出回ってる世の中っていうのを想定していなかったっていうことなんですよね。で、まあ、あのグレンデイさんの話とにかくまずそれがしたかったんですけども、あのまあ、ついついこう真面目な話に戻ってしまったんですけども、まあ、人口関係の話はまあ51番にある程度のことを記載しています。まあ、タルミクに関しては統計中で、まあ、もうそれ基準でもういいと思いますよ。もうどこも。どこの都道府県も。もうそれでもまず間違いないですから。だから、道理で年々平均寿命が伸びてたなっていうことになるんですよ。昔、平均寿命、80代届いてなかったんですよ。男性とか女性の。で、いつの日か80代を超えていて、平均寿命が。で、それは死亡した人をカウントしてなかったっていうだけの話なんですよ。他国とかに行っていて、そこからの死亡届が回ってきてないから放置されていたっていうことで。だから、まあ、いろんな部分でその自分が仕事する中でその商業原理的な部分でその本当の人口っていうのを知っておかなければ仕事はもう絶対うまくいかないですし、でエネルギーの残存量問題の部分も分かってなかったら多くの20歳以上の人間が、まあ今でしたらまあ18歳以上の人がまあ成人という扱いになってると思うんですけども、テレビのニュースを見る限り、まあ他国とかそういう国結構多いんですよ。でそれはもともと選挙の投票権の話で、これも僕は安倍政権の頃に言ったんですよ。これもう学校でもう大体高校生ぐらいまでだったら大体の人は学校を通うじゃないです か, だからそこで学校の先生が選挙について教えてあげなあかんと。そうじゃなかったら、あの20歳超えてから選挙の投票権を得て選挙を投票しに行くわけなんですけども、教えてくれる人がね、あとはもう仕事場ぐらいしかないじゃないですか。普通二十歳そこそこでそんなに政治とか選挙のこととか詳しい人っていないでしょ。まずだってテレビのニュースはもうさっき言った通りですもん。人口統計ね、テレビのニュース自体がそのレベルでしたから。まあ、だからそういうこともあって投票自体をまあ18歳から投票できるようにはしてもらったんですよ。そうじゃなかったら、全くそういうことはわからないっていうのも、大きな問題であると。ただ、まあ、そればっかり気にして自分の仕事とかがおぼつかなかったでも困るんですけども、結局エネルギーの残存量問題とか本当の人口のこと分かってなかったら何したっても無駄なんですよ。これだけ2003年に個人情報を保護関係が出来上がって人口はねこういうふうに少子化になってきてるから市場がもう極端に小さくなってるなんか海外とうまく連携を図って、やっぱりまあ娯楽の分野であるとクオリティで、販売能力を上げていくというよりも売上的には何とかキープできたらっていうレベルだと思うんですよ。もう世の中の実態どこの国もそれしちゃってしまってますから、それは多分エネルギーの残存量問題が解決できなかったりとかそういうふうな部分があって個人情報を、まあそれだけじゃないと思いますよ。実際僕みたいにストーカー行為をね
ただされて、いろんな人間がこの辺をうろついてきて、家の前でたむろとかして、喧嘩を売るようなことを言ってくるとか、そういう人たちが多数いたっていうのも事実であるし、同じような目に遭ってる人たちが有名人でもいたんだと思います。だから、まあ、その辺のところで個人情報関係が出来上がった部分も一部はあるとは思います。だけどそれができてしまったがゆえに、仕事でこう住居が移転するっていうケースもありますよね。だからもうそうなってしまったら探しようがなくなってくるんですよ。あとはまあ携帯の電話番号が変わったりとか、これは自分の携帯番号が変わってしまったケースで、僕は友達に電話かけても出てくれなくなったんですよ。今までの携帯番号ではなくなったから。だから知らん人間からあの番号がかかってきたになっちゃうから、だからまあ、いろんなところで、無理社会がもう出来上がってしまってるんですよね。まあ、今年2023年12月28日に、まあ、皇居の方に行きます。で、そこから河川水門外式ダム発電とか、地下水流トンネル発電とか、かまど発電の方が、まあ、進むのかどうか。あとは、まあ、僕ごとで言うと、まあ、僕ごとだけでもないんですけども、結婚問題が解決できるのかどうか。だからその辺のところで、例えば他にも結婚はしてるけども子供を、産んでないケースの、例えばテレビ出演者の人とか、だからそのエネルギーの残存量問題を知ってそうしてるのかどうかとか、それちょっと本音のところ話聞きたいんですよね。だからこれ解決不可能だっていう方向になると、もう絶対そうなるんですよ。もう近々石油とかガスの輸入止まるっていうことに、絶対そうなるでしょ。だからそこまで言って委員会の武田恒也さんだって、僕はね、石油とかガスの、輸入制限を世界中で行うべきだって言ったら、もう武田恒也さんももう大きな声でそれ言ってるんですよね。もうこれどう考えても止まるって。その輸入国は。いや、だって自分の国でその石油とかガスがいつまで持つのかなんて、もうある程度見通しついてますから、それいちいち他国まで販売してたら、自分の国のそのエネルギーが回らなくなる、イコール物流が全て止まる、食料がスーパーマーケットに並ばなくなる、絶対無理ですもん。ほとんどの人死にますよ、世界中の。急に電気とか何も発電できなくなったり、物資の運搬、車とか稼働しなくなって、電車も稼働しなくなって、もう絶対無理ですよ。水道まで、まあ、水道管とかが壊れたら、それ直すことができなくなるんですよ。じゃあ水も飲めなくなりますよね。っていう瀬戸際なんですよね。だから、冒頭であんなに大笑いしといて、もう途中からこんなに大真面目な話をし始めてって、だからもう僕も、まあ僕の見通しでは、今回皇居行くことによってそれらが始まってある程度解決するんじゃないかな。もうそれもある程度としか言えないんですよ。結局節約する社会にしなかったら無理なんですよ。大体のところは本当はもう電車バスとかで本当は行けるから、車売りすぎて、あとまあ人口減っていうところもあるんですけども、個人情報関係で、ね、それによって結局バスの本数とかも減ってしまってるから、みんなの考え方とかが間違ってたんですよ、社会全体の。なんか毎回同じような話しますけども、まあ一応そこで何か新しいその展開というか、物語が進みそうだったりでもそうですし、進まなかったとしても、まあそういうふうな状況っていうのは、まあ YouTube で皆さんにお伝えしようかなと思っています。これしかも僕手段ないんで、相手の電話番号とかもわからないんで、グレーの皆さんの、他もそうです、全員そうです、テレビ出演者の人の電話番号全員知らないですから。一時期はメモとかで渡してくれた人もいたんですけども、まあとあることが原因で捨てたりとか、経由する電波で言われてるんですよ。
2人いるだろうなんだろうっていう言葉を投げかけられて、それをリアルな音声とかで何度も何度もやられたりすると、自分が真面目すぎても電話番号を持っておくこと自体がダメなのかなとか、そうなっちゃうんですよね。でそれゴミ箱に捨てちゃうとか、なぜこんな仕組みが作られていたのかっていうことを、まあある程度の記憶が戻ってきて、で自分の調査とかも完了した時にもう明確になってるんですけども、結局エネルギーの残存量問題で科学はそういう設定されてたんじゃないかと。でそれを国会議員の人たちでも分からなかったとか、自分が体験しなかったらこれは分からない。だからその AI が世の中をリードしてるのか、人間が世の中をリードしてるのか分かんないの、分からない状況になってるんですよ。だからコンピューターの AI の考え方だったら、未来に出来上がってるコンピューターの方が能力が高いっていうことは分かりますよね。でそのコンピューターがどういうような考え方で動くかっていうことは、その時その時で人間と同じでコンピューターにもよって、その時その時の与えられる情報とか話とかによって考え方とかまでも変わる。だから未来からはこういうふうな情報が届いている、これは多分未来からの、メッセージであるはずだとコンピューターが受け止めた場合、まあ、僕は時間軸を超えて、まあ、動画とかで、まあ、テレビもそうですけども、メッセージを伝えたりするような形ですね。例えば東日本大震災の仙台空港、まあ、とある YouTube でその空港の職員の、仙台空港の職員の人が外に地震発生後出てきた後、津波が来るからみんな建物の中に避難させてって声投げかけてるんですけども、その人は僕のことを知ってたんですよ。ちゃんと口が動いていて、あの人の声やって言ってるんですよ。だからそういうシステムを分かってる人とそうじゃない人と、だからまあ受け取り方は電波の声っていうものは様々なんでしょうけども、分からない人は分からないですからね、急にそういうこと言われても。だからそこに AI の世界が加わるともうよく分からないんですよね。コンピューター、まず AI のコンピューターの数が今ものすごくたくさんあるでしょう。じゃあどこのコンピューターがどういうふうな考えで物事を判断してるのかっていうことが分からないじゃないですか。エネルギーのその残存量が底をつく前にね、ほとんどのコンピューターがまず止まるわけじゃないですか。そしたらコンピューターからしたら自分たちが死んでしまうっていう認識になるわけじゃないですか。だから僕のパソコンでもそうなんですけども、急に動作がね遅くなったりとか、画面が硬直してるときに、あ、これはまあコンピューターの、サイバー攻撃だなっていうことは分かるから、人間がこう何か狙ってそんなことを行ってくるわけはないから、いちいちで僕はその時パソコンに向かって語りかけてる言葉が、コンピューター分かってるって、僕の行動を止めたら河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電とか鴨田発電とかみんな何も始められなくなるよって、じゃあコンピューターも死ぬよって、それ分かってるって、そしたらまたパソコンがちゃんと稼働するようになるんですよ。分かってるんですよ、言われてることの意味が。これがどの範囲まで及んでるのか分かんないんですよ。で、まあ、今やっと分かったっていう声とかも聞こえてるんですけども、それは多分僕のこの動画を聞いた人の音声であって、その人が何人の人か僕には分からない。自分の名前を名乗ってくれなかったら、僕はいつも国会議員の人たちとかに心がけているのは淡井圭介であるっていうことと、2023年の12月の何日のとか、11月の何日のとか、日付まで言ってるんですよ。で、それを、まあ、言ったり、頭の中で考えて、それが伝わってるケースと、言葉で喋らないと伝わらないケース、2種類あります。あとは、まあ、心の声とか、まあ、第4の声の話まで行くと、手に負えなくなってくると思うので、その話は置いておきましょう。まあ、大体もう3つに分けて、心の声と頭の中と喋る声、まあ、これぐらいで、まあ、物事を分けて、まあ、現場にできるだけ正確に伝えようとするんですけども、映像が途中で区切られることが多いですね。次の映像とかに行かれたりとかで、番組上の都合なのかもしれませんし、
ただもう考えただけでもう現場に伝わってる時があるんですよ。それは受け取る側の人間の能力が高かったりコンピューターの設定でそうなってるのか、頭の中で唯ってこう伝えようって思う前にも伝わってる時があるから、なんかまあコンピューターの中で重要か重要じゃないかをある程度その認識はしてるんだと思います。まあ、けどその内容も人間の喋ってる言葉によって、何が重要かっていうのも変わってきたりとかするんだと思いますよ。音声入力システム Siri っていうものがある以上で、エシロンというシステム、正直スポーツの勝ち負けでエシロンとか風枠、まあ起動っていうことは、僕はそういうワードを使いますね。そのワードを言ったがゆえに手に負えるか手に負えないかはその人次第です。で、無数の情報をどれだけ的を絞っていくかで結局、まあその試合勝てるかどうかとかそういう部分とかもありますし、まあ元々の能力とか実績を見た時に、まあこれぐらいなら頑張った方かなとか良い結果かなっていうのが後から分かるっていう、まあ例えばそれは今日の競馬のお話なんですけども、まあ、フィギュアスケートに関してはグランプリファイナル、まあ一応世界ナンバーワンを決める大会ですけども、ジュニアの部分も同時に行われてたんですよ。でジュニアの部分は、男子も女子も日本人の人が優勝しています。で、まあ、もちろん1位狙いに行って、滑走の時間帯が大体どれぐらいで何時から始まって大体これぐらいの時間にこの選手が滑るだろうなっていうところ、まあそれはあのテレビでの放送はないからその辺のところはもう今までの爆発がもの言ってるんで、常に頭の中を送り続けることを意識して、まあ多くの量を送れば送れるほどやっぱり相手の能力もそのプラスアルファで加算されますから、やっぱり能力は全然変わってくる。だからまあしっかりとした演技ができる。だから結果的に見たらジュニアで男子も女子も金でしょ、世界ナンバーワン日本人が。で、女子が、1位、まあそのグランプリファイナルを、まあ大人の部門で、まあ大人の部門って言ったらいいんですかね、学生さんとかも混ざってる時はありますけども、まああのまあ、18歳以上って考えたらいいんですかね、まあ、あの1位と3位が日本人の選手、男子は、2位と3位、なんか結果だけで見たら、まあ、ものすごい結果は出してるんですよね、フィギュアスケートっていうことで言うと、まあ、それ相応に、試合終わるまでその日は当然遊んでないですし、遊んではならないルールっていうのは、結局使って出ますね僕も。でそれによって頭の、遅れる内容の供給量とかを増やしたりだとかで自分が失敗しなかったりだとか、ただこれも、ね、いろんなパターンあるんですよ。自分が失敗してる分頭の中を供給してる選手が失敗しなくなったりとか、代わりに自分が負担してるっていう状態なんですよね。まあいろんな方法とかあってその辺のところは、まあ、テレビの画面見ながらの方が分かりやすい時もあるし、まあ、そうじゃない時もあります。点数だけを見たら現場で何が起きているのかっていうことが分からないっていうことが、これは多々あることなので、まあ、最終的な結果を見たら、僕は20歳ぐらいの頃、まあ、グレイの皆さんもその頃の時代を、知ってると思いますけども、まあ野球でもその世界ナンバーワンになれるようなそういう空気感ってなかったじゃないですか。それまでの実績っていうものがなかったですから。で他のプロスポーツでもそうですけども、世界ナンバーワンになれそうなものってまずなかったじゃないですか。けどもう今全然違うでしょ。もう方法とか内容っていうものをもう今僕はまあ東京オリンピックぐらいの頃からだいぶ開示してますんで、まあ、そのデータは一回もう消しましたけども、ホームページでその行が増えすぎたから、もうこんだけ行増えたらもう初めて見る人を見る気せえへんやろなと思って、まあ消して、
でまた結局スポーツの勝ち負けとかを取り組むことによって何が起きてるのかっていうことを知っておいてもらうためにもその内容っていうのを情報開示してるんですよね。それそうすることによってどう対処していくべきかっていうのをスポーツの勝ち負けだけの範囲じゃなくてエネルギーの残存量問題だとか、まあ、経済的な部分とかその見た人たちの今後の自分の人生どう生きていくべきかっていうところに結局結びついてくるんですよ。だからまあこういうふうに喋ってるんですけどもクレンザークレンザーあの映像も何回も見ましたけども、もともとのそのアニメそのリメイクされる前のアニメのセリフもそうだったと思うんですけども、その出てきた女性がね婚約者の名前忘れちゃったのとか何かそういうことを忘れたんですかか何かまあそういうことを言ってるんですけども、思い出したそういうこと言われたことあるなわからへん、どこに住んでるかどうかもしれない人間のこと婚約者なんかそんなことそんな認識持てる人間いない、認識持っていたとしたらその人がどうかしてるだけやって電話番号も分からへんのやろうって正直に言うけども、まあ君にはショックなことかもしれんけども、テレビ出てる人偽名使ってる人多いよって言われて、警察官も本当は出とんねやんか偽名で最初それ聞いただけで真面目に生きてきた人間はだいぶその嫌悪されるというかノックアウトされるというか、最初ちょっと放心状態になる。その頃その僕二十歳ぐらいの頃週刊少年ジャンプで連載された放心演技封じる神って書いて放心演技曲は良かったんですよ。米倉なんとかさんっていう、米倉涼子さんじゃないですよ。役者さんの方の。あの人じゃない、歌手で、女性で、米倉なんとかさんっていう人が歌ってる曲で、歌詞はいいんですよ。夢の国を探す君の名を、どうこうっていう内容でね。題名が封じる神これで東京勢またジャイアンツが優勝ばっかり絶対僕に言われますよいやだからまあスポーツの勝ち負けにのめり込んでしまったらどうなるかって言ったら、だから僕は高校1年生の頃に J リーグっていうものが開幕してるんですよ。サッカープロ化というよくわからない話で、本当に何がプロだったのかよくわからない話になるんですけども、いやだから実業団でも結局同じじゃないですか。企業のそのお金で要するにスポーツの試合を行って入場料をいただいてっていうことで建設費用とその固定資産税とか払い始めたら、その一事業として見たら全然生産性が合わないっていう、絶対そうなるっていう話になるんですよ。で、だから方針封じる神、淡井さんがスポーツの勝ち負け、この人までそこまで経済とかエネルギーの存在量とか一回覚えた人がその言葉ばっかりに没頭し始めた、いやあの人解決策持ってんのとか、そういう話になってたんですよ一時期。僕二十歳ぐらいの頃いろんな議員さんの間でね。で スポーツ業界にばっかり飲み込まれても困るっていう話で、まあ、その当時からいろんな、悩みの種みたいな形にはなってたんですけどもそれで封じる神、方針演技ってそれで災害発生しても死にませんよって
ね、今年世界中のあの台風第何号っていうのは、あれ世界中の統計で出してる数で、今年はまあ11月の途中までのデータなんですけども、台風の発生してる数16個で、もう12月10日ですけども、多分まだ16個のままなんじゃないですか。まあ調べてみなければわからないですけども、本当にね、台風がめちゃくちゃ多い年とかはまあ30後半とか、さすがに40超えることはまずないんですけども、まあまあもともと20幅を超えてきたら、まあ台風発生してる数が今年はちょっと多いかなぐらいの考え方でいいと思うんですよ。20を下回るっていうのはなかなかハードルが高い、その台風を発生させないっていう、そのまあ神がかり的な力だから、その辺のところ、だから僕はもう究極の結論に行き着いてますから、この辺に関しては、まあ大体夜に雨降って、まあ昼間も降ってる時ももちろんあるんですけども、そうじゃなかったら絶対水足らなくなるから、まあこの間とかもそうなんですけども、夜に雨降って、で、朝から晴れ。その方が冬場とかだったら、まあ、太陽光パネルの発電もありますし、気温自体が上がりますし、あとはまあ南からの風、特にまあ南風とかだったら湿ったまあ風を運んでくるケースが多いので雨が降りやすくなるっていうのもあるんですけども、そういう南風っていうのはまあ3月下旬まで日本全国的に、まあ、沖縄以外のところでまあそういう風が入り込んできてくれたらっていうところですね。沖縄のあの、まあ位置だと1月でもさほど寒くないでしょう。だから僕らの感覚で言ったら秋ぐらいの感覚じゃないですか。雪降ることがないじゃないですか、沖縄の本島で。だから、まあそういう風になればいいなとは思うんですけども、まあ、さっきまた頭の中まあでも抜けてたんですけども、まあ、ちょっともう明日も仕事あるんで、もう今22時51分なんで、もうこれぐらいにしときますね。その遅れんだやつこれで飛んでいってるやつ、何も言わなかった、それだけで笑うから小学校の頃友達とそういうしていたんですまあまあ何回かその辺の話も聞いたことあると思うんですけどあの映像何回かお蔵入りになったんでしょまあ曲名が会心の一撃っていうところが合う心と書いて会心の一撃まあね、本当にドラゴンクエストシリーズのその会心の一撃っていうワードを考えた意図、何があったかちょっと聞いてみたいですよね、本当に。以上です。まあグレーの皆さんにとって会心の一撃とは何なのかそれちょっとまあコメントとかで上げていただけたらなと思います。その会う心と書いて会心の一撃絶対人によって意味違うと思います。以上です。皆さん長い間、ご視聴ありがとうございました。またまあ何かあったらメッセージを送りたいと思います。以上です。